主関節、筋、靭帯付きモデルについて解説します。まずこちらのモデルは手のモデル本体部分とベース部分に分かれていますので、ベース部分に手を取り付けてください。この時ベースのジョイント部分をまっすぐ上に向けてください。そして上にまっすぐ下に向けて力をかけてはめ込みます。このジョイントで自由に回転、頭程度、角度をつけて曲げることができます。こちらのモデルでは、手の骨、尾、靭帯、腱、あと筋、黄色の神経、赤の血管を確認することができます。次に分解について解説します。こちらのモデルは小足がいくつかのパーツに分解できます。まずが主小腱膜と、こちらは短小筋ですね。そして短母趾、外転筋、屈筋主体、短小趾屈筋、小趾外転筋です。でこちらに見えるのは、腱の間にあるのが中央筋、そしてこちらの動脈は仙小動脈球と、そこから伸びる僧小足趾動脈、および黄色が僧小足趾神経です。そしてこちら見えてきたのは小足骨幹筋、そしてこちらの動脈が伸小動脈球ですね。そしてこちらが母趾内転筋、そしてこちらが母趾対立筋です。